皆さんこんにちは、シャルムです。今日もね、全国的に厳しい暑さという風になってると思うんですけれども、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。私はね、以前も動画でお話ししたと思うんですけれども、私ね、季節の中では夏が一番好きなんですよ。もう洗濯物がすぐ乾くし、カラッと乾く、気持ちがいいっていうのがあってね、夏が好きなんですよ。で、あとね、炎天下の中、神社にお参りに行ったり、スーパーにお買い物に行ったりするんですけれどもね、炎天下の中出ていきますから、汗すごいかくじゃないですか。汗をかくのがね、私にとってはね、とっても気持ちがいいことなんですよ。変わってるって思われるかもしれませんけれどもね、汗まみれになるっていうのがね、なんかね、私すごくね、ストレス解消になってるっていうのがあるんですよ、逆に。うん。まあでも熱中症には気をつけなきゃいけないかなっていうふうには思っておりますが、私はもう汗まみれになる夏が結構好きです。うん。はい、というわけでですね、今日はね、私の地元のドラッグストアで10倍ポイントのクーポンをもらったんですよね。はい、なのでね、今日はドラッグストアの購入品紹介をさせていただきたいと思います。うん、あのね、私の地元ね、ドラッグストアがね、近くに 3,4 軒ぐらいあるんですよね。はい、で、いつもね、月末に10倍ポイントをしてるお店があるんですけれども、そこに行ってるんですけれども、そこじゃないお店から、10倍ポイントのクーポンをもらったので買ってきました。はい、では早速ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずはね、トイレットペーパー買いました。スコッティです。3倍長持ち 150m って書いてありますけれどね、このね、スコッティのシングルはね、今回ね、10倍ポイントのクーポンをくれたお店にしか売ってないんですよ。はい、なのでね、今回買っておきました、トイレットペーパー。あのね、私ね、結構家にいる時ね、トイレに行くことが多いんですけれども、働くようになったんでね、家にいなくなりましたので、トイレットペーパーのなくなり方もそんな激しくはなくなったんですけれども、トイレットペーパーね、よく使うので、はい、今回買っておきました、スコッティです。はい、で、続きましてはアリエールです。ね、私以前はね、なんだっけ、ナノックスを使ってたんですけれども、先月からアリエールを使い始めたんですよ。生田斗真くんのね、コマーシャルが気に入ったんでね、アリエールを使い始めてたんですけれども、ね、私ね、洗濯はね、1日3回ぐらいするんですよ。実は一人暮らしなんですけれども、うん、私の洗濯機がね、4.6 キロぐらいしか容量がないんですよね。はい、だからね、あまりたくさんいろんな、洗濯物を詰め込めないっていうのがあるので、1日3回洗濯物をしております。このアリエールね、先月から使ってみましたけれどね、結構汚れが落ちてね、いいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、アリエール買いました。はい、で、続きましては、洗剤つながりですけれども、アクロンです。アクロンもずっとリピしてますね。私 T シャツとか洗うときはね、アクロンで洗ってるんですよ。やっぱりちょっとね、着るものですから、ちょっと綺麗に丁寧に洗いたいなっていうのがあるので、おしゃれ着洗いのアクロン買いました。で、次はですね、サランラップ買いました。これ、50メートルのを買いましたけれども、皆さんね、ラップを使うときは、クレラップ派ですか？それともサランラップ派ですか？私はね、サランラップ派なんですよ。クレラップもね、以前使ってたんですけれども、クレラップってね、なんか、使ってたらね、途中で切れることがよくあるんですよ。で、ラップってね、途中で切れちゃうと、どこからが境目かわからなくなったりとかしませんか？ねえ、そういうのがあってね、もう探しきれなくって、どこからか。
それでね、クレラップ一本ダメにしちゃったっていうこととかがあったので、私はね、ずっとサランラップ派なんですよ。サランラップはね、途中で切れるっていうことがないので、クレラップさんをね、ディスってるわけじゃないんですけれども、私はサランラップ派です。今回50メートルのを買いました。はい、で、続きましては、ニベアの、日焼け止めです。日焼け止め買いました。どこだっけ？ポーラオルビスからね、ポーラオルビスホールディングスさんから日焼け止めをいただいたんですけれどね、正直ね、ちょっとあんまり良くなかったんですよね。なのでね、ちょっとね、ニベアにしようと思って、ニベアの方が使いやすくてね、いいんですよ。はい。なのでね、これ買いました。はい、で、続いてね、栄養ドリンク買いました。チオビタドリンク、なんて書いてあるんだろう。わからないけど、チオビタです。なんかね、これ、今回言ったね、10倍ポイントのクーポンをくれたドラッグストアでは、店員さんが言うには、これが一番人気なんですって、栄養ドリンクの中では。はい。で、まあ私もね、50歳になりましたからね、体が疲れやすくなりましたのでね、こういうの飲んでね、ちょっと需要競争しようかなっていうふうに思ったので、これ3本買いました。はい。で、次は、84です。84。石鹸の香りっていうやつを買いました。これはね、仕事場に持っていこうと思って買いました。仕事場でもね、結構汗かくんですね、私。うん。勤務してるのが介護施設ですから、介護施設ってね、あんまり冷房つけられないんですよ。利用者さんがね、お年を召した方たちばかりですのでね、寒がるっていうのでね、確か28度に設定してあるのかな、エアコンが。うん、なのでね、結構ね、暑いので、汗とかかいちゃうのでね、匂いが出ないようにと思って、これ仕事場に持っていこうと思って買いました。84です。で、次が、ニベア買いました。ニベア青缶です。ニベアね、これね、税込みで600円ぐらいしたんですよ。600円以上したんですよ。もうニベアがね、どんどん、ね、値上がりしていってるんですよ。どうしてなんでしょうかね。円安で原材料が高くなったっていうのもあるんですかね。ねえ、ニベアね、1年、2年ぐらい前だったら300円台で買えてたと思うんですよ。それが600円台ですよ。倍じゃないですか。ねえ、ニベア、うん。で、ニベアなんですけれどね、視聴者様にも教えていただいたり、うちの母にも教えていただいたんですけれども、ニベアつけて外に出ると、ニベアって油が入ってるから、シミになるんですって。はい、そういう風に聞いたのでね、私、朝はね、ニベアはつけないようにしております。夜にね、ニベアこれつけて、お顔のマッサージをしております。うん。だから、お顔のマッサージはね、今、1日1回だけしかやってないんですよね。ね、マッサージ用のクリームを買わなきゃいけないかなっていうふうに思ってるんですけれども、長年ね、このニベアの青缶を、マッサージクリーム代わりに使っておりました。ニベアね、値上がりしちゃいました。うん。はい、で、最後なんですけれども、最後。アクアレーベル買いました。化粧水です。はい、私、ファンケルのね、株主優待でね、化粧水と乳液を注文したんですよ。化粧水と乳液をね、ファンケルの株主優待でくださるっていうことだったので、化粧水と乳液注文したんですけれども、なかなか届かないんですよ。で、なかなか届かなかったので、このアクアレーベル、化粧水がね、もうちょっとでなくなるので、アクアレーベル買っときました。で、アクアレーベルを買った途端にっていうか、買ったら、ファンケルさんからね、化粧水とね、乳液届きました。もう、ファンケルさん、ちょっとタイミング悪いよっていう感じなんですけれどもね。まあ、でもこのアクアレーベルもね、ちょっといいものだと思うので、
はい。以前も使ったことあるんですけれどね。今回ね、またちょっとアクアレーベルさん使ってみたいかなっていうふうに思います。うん。はい。で、以上なんですけれども、合計金額が5726円でした。うん。まあ、そこそこの値段になりましたね。うん。まあでも10倍ポイントなのでね、500円分ぐらいのポイントをいただきましたけれども、まあね、今回もドラッグストアで、ドラッグストアって楽しいですよね。皆さんもそう思いませんか？うん、私ドラッグストア大好きなんですけれども、ドラッグストアで買い物することができました。ありがとうございます。はい、でね、ライブ配信のお知らせをさせてください。ライブ配信なんですけれども、今度はね、7月29日です。7月29日月曜日、夜7時から8時までライブ配信をやらせていただきます。ね、日曜日、先週っていうか、この間の日曜日にね、ライブ配信久しぶりにやらせていただいたんですけれども、まあね、日曜日お仕事があるっていう方もいらっしゃるんですよね。はい。なのでね、今回は、7月29日の月曜日、夜7時から8時までライブ配信やらせていただきたいと思っておりますので、お時間のあります方、ぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい。というわけで、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。シャルムでした。